皆さんこんにちは、マダルビビシです。今回はギレンデゴアクシズの脅威 V ネオジオンシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。前回ルナ2グリプス2と2つの宇宙要塞を取って、ご覧の通り宇宙のすべてをネオジオンが掌握したというところまで進めています。今回は地球の上空、これを制圧していよいよ地球降下作戦を展開していきたいと思います。その舞台なんですけども、地球に降下できる能力を持っている戦艦がですね、こちらのエンドラー、そしてザンジバルというところしかないので、これらをうまく使ってですね、少数精鋭をオデッサへと送り込んでいきたいと思います。このオデッサを取りたい理由なんですけど、オデッサはですね、他のそれと比べて圧倒的に資源が豊富なんですよね。なのでこの資源が欲しいというのが目的です。まあ、ただ主力部隊を地球に下ろしてしまうと、宇宙での連邦の反攻が始まった時に劣勢になってしまうので、それを防ぐために、あるいは遅らせるためにですね、地球上空に展開している連邦の部隊、その中でも規模が大きいこのアフリカ上空、ここを叩いておきたいというのが今回の内容になります。では時間を進めていって、アフリカ上空に展開する連邦の部隊、これを撃破していきたいと思います。では、アフリカ上空に入りました。ここで敵を殲滅しておきましょう。でこの後の戦いを考えるとですね、今ノイジールに乗ってるシャアなんですけど、まあ、ノイジールはですね、この先宇宙でしか運用ができないということを考えると、シャアは乗り換える必要があるんですよね。まあ、そのタイミングなんかも考えながらプレイができたらいいかなというふうに思います。ここから本格的な光線状態に入っていきます。まあ、この時点でガルバルディだと、まあ、なかなかジェガン相手だと厳しい局面も多いですね。さあここでノイジール敵を撃破して回ってもらいておきたいですね。ちょっとばかし損害が大きくなってきているので、まあ、シャアが撃破されることはないと思うので、まあ、シャアでなんとかね、敵を止めてもらいたいというところです。ではいよいよ地球侵攻作戦、その第一波としてオデッサに部隊を下ろしていきたいと思います。でギリギリで、お、連邦26部隊か、ちょっと増えてるな、オデッサもうちょっと数少ないかなと思って期待してたんですが、ちょっと思ったより数が多いですね。ただ旧式も多そうなので、ここでなんとかなるかな。ちょっと微妙ですね。はい、そしてギリギリでサダラーンが間に合ったので、サダラーンを使っています。で、その他でいうとエンドラーという形です。でシャアがですね、ちょっと乗れる機体がなかったので、少し、心もとないところはあるんですが、百式海に乗ってもらうことにしました。ではこれでちょっと舞台を進めていきましょう。サダラーンがいきなり撃沈される。かなりの高額を払ったので、サダラーンが落とされるのは絶対に避けなければならないんですが、いきなりサダラーンが危ないなっていう感じがしますね。うわ、ここにはサイコガンダムがいるじゃないか。ちょっと残念なことにならないように、サダラーンを守るような配置でちょっと戦いましょう。残念ですけどしょうがないですね。サダラーンには絶対に近づけさせないと、まあ、そういうことになりますね。
アッシュ、アムロがいるのか、ここには。これは強いわけだ。ハンマーハンマーもちょっと下ろして、なんとかなんとかなんとかって感じかな。アムロのリックディアスとここで今戦うのは得策じゃなさそうですけど、ちょっとしょうがないので戦いましょう。 できれば落とす。これは効果作戦が失敗する可能性もあるので慎重に、プレーをしていきましょうね。さあハンマーハンマー、無双できない。レズンのバウ、うおー、これはきついな。もうちょっと旧式が多いかなと思ったんですけど、そんなこともない。サダランが落とされますね。サダランが落とされた。サイコガンタムの一撃に、新鋭の最新鋭機が、これフライトシステムに乗ってるから足が速いんですね。ちょっとこれは考え直す必要もありそうかなとは思いますが、一旦はちょっとね継続しましょうか。ギュネイもやられた。コウエンが G ファイターに乗ってるというのもなんかちょっと滑稽ですけどね。さあこの劣勢な状況をどう挽回するかですね。お、アムロとクエスだ。ここでアムロとコウを倒せれば大きいですけどね。前衛にバイアラン、そしてリックディアスに乗ってるのがアムロですね。ちょっと射撃戦では落とせませんでしたね。さあクエスが頑張ってくれてますね。旧式機器相手ではありますけども、しっかり倒してくれてるのは大きいな。でシャアの百式回がちょっとダメージ食らってるので、一旦回復入れる必要があるかなというところです。サイコガンダムエネルギー切れ狙いましょう。さあ厳しい状況ではありますが、徐々に挽回しつつありますね。コウのバイアラも撃破、あとはアムロのリックディアスですね。さあようやくギラ動画が来たと思います。新型モビルスーツの量産化ですね。これを開始します。でその他でいうとリックディアスの改良型、あとはニュータイプ専用の重モビルスーツ関係が来てるんですけども、どうだろうな。シャアに乗ってもらうためにちょっとお金はないんですけども、開発は進めておきましょうか。さあサイコガンダムは残っているんですが、その他はアムロも含めて、一掃できそうな状態になってきましたね。できればこのターンで制圧を完了させたいなと思います。アムロも撃破しましたね。さすがクエス。はい、サイコガンダムも撃破して敵を殲滅しました。オデッサが取れたのは大きいですね。しかもハンマーハンマーが落とされてどうなることかと思いましたが、見事に挽回できました。というわけで敵の逆進行を受けてますが、このあたりはね、撃退しておいて、
次回はオデッサからさらに地球を進行していきたいというふうに思っています。